ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツホロライブアイドル道路集、私たちの歌を聴け。皆さんどうも、コアクア港アクアです。そして皆さんどうも、コアホイ本庄マリンです。何急に今自分の挨拶実は今ちょっと一瞬忘れたあれなんだっけ、嘘でしょ嘘でしょ。アクター船長なんとね、もう配信休んでかれこれめっちゃ経ってて、最近もう自分の声も忘れたし、こんな声だっけあれ、うん、そうだよ。あ、こんな声だった。もうちょっと高かったかも、船長。もうちょっと高かったこういう感じだったっけ。無理しないで、はい、ということでこの番組はホロライブのプロジェクトであるホロライブアイドルプロジェクトから毎回メンバーが交代しながらパーソナリティを担当して、アイドルには欠かせないスキルを学んでいく番組です。今週は港アクアと本庄マリンが担当します。はい、ということで、でも船長さん、はい、休みしてる間何してるの、うん、どう待って、何してあどうやばい、あのね、うん、ま、毎日昼寝もしてるし、うん、えらい、夜も寝てて、えらいよ。 だから1日本当にもう10時間ぐらい寝ててでもね、なんか医者に言われたんですけど、整体って寝てる時しか休まないから、寝た方がいいっつって、バリ寝てる。昨日もね、昼寝もしたし夜も、逆に寝る以外何してたんだっけって感じで、くらい寝て過ごしてますと。あ、じゃあもう喉の調子はちょっとずつ。まあ、でも聞いてる感じだいぶ、そうだね、いいでしょ。前やばかったもん、なんか、そう、なんか先駆けした声みたいないやいや飲んでないからね。いや、なんかアクタス、そう、うん、それこそ休む最後が多分アクアマリンのマイクラくらいの最後。そうだね、海シーの時だね。あの時本当にあんなに声が枯れてるなんてびっくりしちゃうっていうくらいにっていうかこっち見ないね、アクタス今さ、すって見るとなんかアクタスがインキャップかぶってて、なんかそのインキャップに書いてあるなんかイラストのね、なんか変なやつと目が相違出してるもうアクターよりそいつと目が緊張に。じゃあね、まあ、今日はさ、だって先週はね、うん、リモートだったよね。あ、出た、出た、出た。そう、うん、だからさ、で今週はもうスタジオだからさ、うんうん、ねちょっともう外せないよ。いや、無理だよ。船長せっかくアクターに会えるって思ってたのになんか出てきて、って感じで来て、スーってキャップで目を隠したまま座って、でもね、今日のね、アクタンの私服ですけども、いや、太ももがね、超眩しいです、ね、船長がさ、なんかね、うん、その、ま、隣に座った時に、もう急に太もも触ってきて、本当にね、この人、おじさんですよいやおじさんがやったらばちょっと罪に問われるかもしれんけど、船長やったら無罪やから、美少女無罪美少女無罪、いや最高、美少女だとね、こうやって太もも触っても許されると。いや、皆さん今日のアクターにね、超可愛いエッチな格好してます。意味が分かんないから、いや本当にね、なんだろう、上はこうちょっとブカブカなの着てて、で、いいよ、下はこう生足、こう太ももがエッチです。もういいよ、はい、船長はワンピースを着てます。いつもワンピースですと雑な、はい、ということでね、早速始めていきましょうか。はい、ホロライブアイドル道ラジオ、本日も私たちの歌を聴けー、いきゃあほねん走り続けていくんだ、ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツホロライブアイドル道ラジオ、私たちの歌を聴け。改めまして、港アクアです。本庄マリンです。はい、ということで、はいはいはい、何よなんかアクタンからなんか振ってくれるのかなと思って。あ、本当に、じゃあこれ台本のまま読むよいいの、台本とか言っちゃうのもうまるでさ、自分が考えたかのようにさ、話し出したよ。じゃあ船長、なんか言いたいことあるの。見てないよ。船長はでもやっぱり最近ね、ちょっと、あ、どうだろう、でもこの、うん、オンエアとは若干ズレはあると思うけど、うんうんうん、今んとこの最近だとうまぴょいがねこれ一丁目に書いてあるからねこれ言うなそういうこと船長が考えたの、あ、そうなの、あ、そうなんだね。台本ないから、ね、ないです台本うまぴょいね、歌ったね、はい、歌いましたと。いや、これさ、アクタンどのくらい
明かしてるか分かんないけどさ、はいはいはい、これもう船長的にはめっちゃ前、めっちゃ前だね、めっちゃ前だよね、もう春頃から動いてたもんね。えそう、もう本当にめっちゃ前の話で、そう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 、そうそう、で船長がちょっと馬ぴょいを歌枠で歌って、うん、実はとあるものがあって歌えるようになったんですみたいな言って、あそうなんだ、そうなんだろうってワクワクしたまま、こんなにも時が流れああの時のこれかみたいな、一味はねやっと気づいたんだ。そうなんですよ、そう結構ねやっぱりね船長は馬娘もやってないから、うん、いや、そうだね、なんでいるのみたいな空気になってるんですけど、ちょっと言ってやってください。えやっぱりっ言ってやって。じゃあ最初ね、はい、私まず誰誘おうってなった時にまず船長を誘ったんだよ。はい、こうなんですよね。そう、うん、アクターはね船長大好きなんでね、口ちもう、いや言われたよ、馬娘今ピュー歌おうって言われた時に船長だって思ったよ。いや船長やってないしちょっとなんでいるのってならないかなって言ったら、いやでも船長がいいのって言うから出たんであって、君たちわかるかね、アクターは船長がいないといかんのよ。そう、何それ何それ、意味わかんないけど、エモすぎる、意味わかんないけど、嬉しいな。えでもね船長がその相談ね、はい、馬ぴょいやるにあたって、まあ、メンバー誘って、うん、でなんかイラストとかどうしようみたいな相談とかをね結構してて、うんうんうん、でなんかその時ね、うん、その稲西ちゃん、うん、どう、うん、みたいな、そうそう、その時ね、そうそうしてくれて、うん、稲西ちゃんなんて呼んじゃっていいのかなみたいな。いやでもせっかくさ、いろんなホロメンが集まってある大型のね歌ってみただったら、そう ね、 ね、絵までホロメンに頼んじゃうというこの絵も、いやね、実現したらやばいねって話をしてて ね、そう、稲西ちゃんマジでもうね全然ね、あいいですよみたいな。いやそうなんだよね、やりたいですみたいな。本当にね稲西さんねフットワーク軽くてすごい、うん、しかもめちゃめちゃ可愛かったしね、バリフで早いんだよな、しかも ね、うん、すごかったマジで。あれ歌い分けはアクタンが考えたの？私が考えた。なんか意味深な歌い分け、ね、やめなさい。なんかあの何やらね、あのビート版のところがルシアだったり鉄板のところがカナタンだったりみたいな。違うの、何か違うの。どういう気持ちであれは振り分けたんですか？あれはたまたまそうなっちゃったの。あうーん、そう、なんかそれぞれのさ歌声にさ、うん、なんかその本家もさ、そのたくさん の、 あの声優さんが歌ってらっしゃって、うんうん、でそのなんだろう、こうじゃあカバーするってなった時に、うんうん、こうなるべく近い声質の、あ、そういう、そうパートの子に当ててあげたいなと思って、ああ船長はちょっと大人っぽい色気があるパートがいいなとかさ、うん、なるほどね。でかなたんはちょっとかっこいいパートがいいなとかさ、そう、にゅーちゃんは力強くて、ふーちゃんは元気で、る、うん、ちゃんはかわいいみたいな。あ、なんか一生懸命ね、色気してますと。そうだよ、違うよ、はい、本当だ、誤解なんだって。いやそういうことなんだね、皆さん、はい、すいませんでした。あまねかなたは鉄板でルシャービート版と、いうことですね。すいませんでした、はい、すいませんでした。まあそれはそれとして、はい、次いきますか。はい、えでも他にもねいっぱいね、なんかうん、やることがやることがやったことがうんあったっぽいですけども、なんかフィギュアが出たり。船長フィギュア出たの？そうなんよ。いや待って、えもしかしてアクタン、この母である宝生マリンのフィギュアをご覧になっていない？え見てないかも。えモグリじゃん、マジこのクソインキャ。何のモグリだよ、インキャすぎるお前さ。アクアマリン、最近なんだ開催、ワンホビで開催された。開催は最近だけど、フィギュア自体はねもうめっちゃ前からね、お前見てないんか。お前見たかもしれん。解散だわ。あちょっと待って、来た来た来た、これはいご覧ください。えすごい、えめっちゃすごい、えマイッタか、クオリティやば、マイッタかやば。えこれ販売されるの？あそう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 、いやいいでしょ、やばい、クオリティがめちゃくちゃエッチでしょ。もうお尻とかも ね見放題だからね。ぜひねお尻とか、そんなわざわざ自分からさ見てくださいみたいな言わないからね普通ね。そうめっちゃいいお尻だからね、見てほしいです。船長クオリティめちゃめちゃ高いね。でしょ、正直欲しい。いや手に入れてほしいよ。いや私フィギュアめっちゃ好きでさ、こういうなんか、そうそう、船長ってやっぱさ、うんうん、なんかさこう服装とかがさ、はいはいはい、すごい映えるからさ。でしょ、そう、うん、映えなんよね。そう映えるからいいね。あすごい、めちゃめちゃいいでしょ。スカートがめっちゃめくれてますけど。えめくってんのこれは。ね、もう見たくないな。は見たくない。えこういうのってさ、こうさ、こう下からこう見るのがいいのであってさ。いやそれ陰キャだから。見せ、いやそれ陰キャ。いやそう、うわ
アクタンってやっぱそうなんだね。何さ、やっぱそう陰キャなんだなって何さ感じちゃった意味わかんないし、船長くらい優しい女になるとね、自分からスカートめくってあげちゃうの、ね、陰キャのみんながこうやって覗き込まなくてもいいようにあらかじめめくっとくんだわね。したらさ、なんかわざわざ下から覗き込んだらさ、ちょっとさね、陰キャ感出ちゃうじゃん、やっぱチラリパおパンツ何色かなみたいな、なっちゃうでしょ。そうならないように自分からめくっておいて、はい、おパンツはこの色ですよ優しさよ。色気を感じないけど。いやいや感じるだろ自分が色気ないからってやめてください。なんでさあ喧嘩売ってくるんですけど、この人 すごいよ。なんか先週と比べたらなんかめちゃめちゃ圧が強い。あ、やっぱ向かい合うとね、ちょっとブイブイなんだけど、ブイブイになっちゃう、ね、ちょ他にもなんかいっぱいあるけど、どうしますか。ちょっともう行っちゃう。あ、もういいの。でもね、言いたいことはまだありますけど、うん、アクアイロパレットが配信されて、英語バージョンが、そうよ、英語版とか配信されたりね。ちょ、何そんなちょっとグローバルな活動してんの、ちょっとアクター。いやでもなんか、この英語の曲を歌うの、実は2回目で、あ、そう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 、で、なので、そう、めちゃめちゃね、まあ、大変だったけど、なんか1回歌ってたのもあって、結構ね、そうだね、やっぱ、頑張った。エコー威力が。1回目よりは。やっぱ頑張ったって。頑張った。めちゃめちゃ大変だった。船長もアホイの英語版とかどう？どうなるんだろうね。これ英語版を出そうっていう発想が全くなかったな。でも確かに思ってみると、こう世界にこう羽ばたくね。うん、あのね、あのあれはちょっと待って、語彙力なくなってきてそうそう、国民的アイドルグループはさ、そう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 、結構さ、ね、いろんなバージョンのさ英語とか出してるじゃん。確かに、ね、出してるよね。船長のアホイどうなるんだろうね、英訳すると。確かにすごいことになりそうだけど、言った方がいいかな。ちょっと興味湧いてきたわ、ありがとう娘がこうして船長を世界羽ばたく翼を与えてくれましたなんだそれまあね、海シーンもあったからね。あ、そうだよ ね、そう、国際的に ね頑張りたいですね。ちょっともっとグローバルに活動していきたいです ね行きましょうよ。はい、ということで、じゃあね、はい、ここからはリスナーの皆さんからいただいたメールを紹介していきたいと思います。なんだろう。ということで、じゃあ、はい、読んでいきます。お願いします。ラジオネームハリコのトラさん、ありがとうございます。ありがとうございます。マリー船長、アクタン、ハロ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 、ホラの歌き…なんでそこかぶんほらの歌聞け、アクアマリンの初回、うん、ね、インキャップぶつかってるからね、取れよ帽子お前取らない取らねえ、きつくきつく締めた、もう取れない、ホラの歌聞け、アクアマリンの初回が放送された10月3日に、はい、うまぴょい伝説の歌ってみた動画が公開されましたね、はいはいはい、あ、そっか、そうだね、そうだね、そうだそうだ、そう、日曜日にね公開されまして、はい、アクタン、マリン船長の他に、ふぶきちゃん、みおちゃん、ルシアちゃん、かなたちゃんが参加して歌っていましたが、はいはい、めっちゃテンション上がって元気が出ました、うん、ホロライブ EN の稲西ちゃんが描いたイラストとても可愛くて最高ですね。そうなんよね、制作時の裏話などあったらぜひ聞かせてもらいたいです。裏話、うんうん、またこの動画を見ていると、私はマリン船長の脇に目が釘付けになってしまったのですが、お二人はお互いの体の部位の中でここが素敵と思うところはありますか？よかったら教えてください。10月は日曜日の夕方が楽しみでしょうがないです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。おお、どこが好きとか、あ、でもちょっとそれは楽しい話、楽しすぎる話になってくるから、ちょっと一旦置いといて、なんかうまぴょいの裏話ありますか？まあ、そうだね、そうだな、うまぴょいの裏話か。でも結構ね喋っちゃったからあれなんだけど、うん、そうだね、配信でね、そうそう、なんかね、はい、多分、うん、そのうまぴょい伝説を聞いた人の中で、はいはい、気づいた人いると思うんだけど、ええ、あの最初の掛け声、あ、位置についてみたいなところ、あれ実はですね、あの稲西ちゃんがイラスト担当した、はいはいはい、稲西ちゃんが掛け声をねやってくれたんですよ。いや、そうだよね、気づいた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 そう、なんとね、うん、ね、嬉しいよね。そうだからさ、あのそのなんだろう、聞いた時に、え、誰誰みたいな、うんうんうん、この中のメンバーじゃない、誰だ、稲西ちゃんかみたいな感じで、結構コメントがねざわっとしてね、ちょっと、うん、こう面白かったなっていうのが ねちょっとサプライズな感じで、いや、その発想めちゃめちゃいい、
うん、何急に褒めちゃう、うん、何急に100点何急にいやとかね、はい、とかまあ結構そのやっぱりさ6人とかかな、うんうん、何人6人とかのやっぱり歌ってみたなったからめちゃめちゃこう制作が大変で、いやそうだよね、イラストもやっぱたくさん用意しなきゃいけないし、うんうんうん、ミックスとかがね本当にね大変そうだなとは思った。う、ねうんうん、こう綺麗にまとめてくれてね本当にねありがたい限りですよ、ね、本当に船長もね、うん、撮った頃はまだ声もねどうにかなる前だったからね。そうだねだいぶ前だったもんね、元気いっぱいの声、うん、そうだね綺麗だった ね全然タイムカプセルみたいな、ここに来てこうツルツルな時の声が出てくるというそうだね確かにそれはそうかも、ね、そうだね今は綺麗、うん、全然前みたいにねガラガラガラってやばっ本当にやばかったんだもん、やばかったよね、やばかったやばかった、なんか心配になる、やっぱね休まなあかんわ、うん、なちゃんと休んでください、ね、本当に、ね、いつから復帰予定では、あ1ヶ月ぴったりと思うと10月21とかになってくるかな、あら1ヶ月全部休むとしたら、うん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 、まあでも休んだ方が状況次第だよね、まあでも一回休んだならばもうここはちゃんと休んだ方がいいかな、そうだね実際せちゃもうこの喉の調子だったら絶対復帰するんだけど、そうだね前までだったら絶対復帰してたんだけど、でもなんかちょくちょく休んで復帰してって繰り返してたもんね、そうそうそうなんか治ったって思って配信するとあ枯れたって思って、しかも気まずいのが船長がその配信で治りましたって言いながら配信しちゃったから、うん、みんなおめでとうってなってるわけその後にあやばいこれあ枯れてるって思ってもなんか言い出しづらくて、ね、治ったって言っちゃったからちょっとやんなきゃみたいな感じでいやーねー、ね、やっぱそれで うん、なんかまた枯れちゃいましたっつったらだから休めっつったのに言われちゃうかね、そうだからちょっと今回はねちゃんとね休んでいきたいと思ってますと、うん、ちゃんと休んでください本当に、いやもういいって、あじゃあ次のねお便りに行きたい、待って待って何あのお互いのさ好きなさ体の部位の話なんだけど、いや船長はあのねそれする、うん、する次のお便り読まない、いや船長は、うん、あのアクタンのねこのなんだろう、はい、すごいね小柄なんですよ、まあ前から話してんだけどアクタンってなんかもう本当になんか細くてちっちゃくてなんかねあの本当小さな命なの本当でなんかもう儚い小さな命な、もう前から言ってるけどアクタンってこう一緒に寝てたりすると朝になるといなくなってしまう、本当に儚い、 いやいなくなるっていうのはこう小さすぎて消えるの布団の中から、あらバッてめくるとあ、いたみたいな、そう布団の中にね、そばの下のダンゴムシみたいな儚い存在なの、なんだよそれマジで、そのね、この小さなアクタンがこの今日みたいにねダボっとしたねこうなんていうトレーナーみたいなダボダボのトレーナー着て、はい、ダボダボに身をまといながらね、そこからダボっとしたとこからね細い足がねこう出てると、あこうもういい、何なんだ拍手送っちゃう、何なんだ船長本当に、でも今日みたいなこういうなんかちょっとラフスタイルの時もあれば、うん、アクタンって割とお姫様スタイルの時もあってこう可愛く可愛く可愛いファッションしてる時もあるんよ、それもいいわな、今日はねもうね寝てたから、うん、もうあの頭が痛くて、うんうんうん、起きてバババババって急いだ、うんうんうん、急いだの、あそれ急いでその、ね、そういやでもそのね適当に選んじゃいましたみたいな感じのファッションがまた可愛いよね、ちょっと飾りませんみたいな、もういいよ、船長好きなとこは、船長さあのさぶっちゃけた話してい いやなーにぶっちゃけた話するとさ船長さ、はい、他のホロメンとかとさ、それこそさ 3D 配信とかでも並ぶじゃん、はいはいはい、それこそ昼ドラとかさあったし、なんかいろいろさライブとかさ、うん、あって船長って何顔がでかいって話もしかして船長、ね、他のホロメンと並ぶと顔がでかいってかそれコメントでも指摘されてるから言わなくていいよ、知ってか船長さ、はい、背ちっちゃいじゃん結構、あそうですね結構ちっちゃい、ね、顔がでかいって話等身がなんか5等身くらいしかないよって言いたいでしょ、いや違うよ、あ違う違うよ、うん、すごいはい、こう何よ、あ何言えないの、あ分かった、おっぱいね、違う違う、うん、ずんぐりむっくりでかわいいかわいい、やっぱなんかつくところにお肉がついてて、はい、よいよい、ちょ次のお便り、なんでえすごいいいのに、私さ、うん、それこそさあの、うん、船長のママがさよくさ、はい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 、イラストとかあげてんのさ、質感がすんごいじゃん、あお腹とかさ、ね、お腹とかさ太ももの、私すごい好きよ、うん、好きよ、うん、本当に、うん、え
船長、うん、次行こっか。船長、船長やっぱそうか。顔が大きいのも可愛いよ。うるせえな。いいんだよ、可愛いよ。そういうことは次行こうよ。次はい、ということで、はい、はい、たくさんのお便りありがとうございました。あ、終わっちゃった、終わっちゃった。この V の話で終わってしまいました。はい、引き続き私たちホロライブアイドルプロジェクトへのメッセージ、楽曲の感想や番組へのツッコミなど何でもお待ちしております。ホロライブアイドルプロジェクトプレゼンツ、ホロライブアイドル道ラジオ、私たちの歌を聴け。ではここで一曲おかけしたいのですが、曲の話をするにあたってこの方にも登場していただきましょう。どうぞ。はい、こんにちは、ホロライブスタッフの友人 A です。今日はね、現場で皆さんよろしくお願いします。やったー、やったー、お会いできた。いやいや、ずっといたけどね。なんか話振らなくてごめんねとか言われて、違う、そう、いいんですよ、いいんですよって話。そんなことないですよ、目の前にいますからね。 A ちゃんがいてね、ちょっと目に入るたびに、あ、気まずい。そんなことない、全然全然。アクアさんとね、全く目が合わないし、しかも聞こえないんですよ、なんて言ってるか。もうだって対角線上にいるんだもん。対角、こっちにいるんだもん。視界に入ってない。そう、いや、視界に入ってないけど、視界ないね、入れてないもん。向けばいい、入れてないもんね、視界に入れる気がないみたいな。アクアさんが向けばいい。そうですよ、視覚なんだよね。アクアさん、ほら、アクアさん、こんにちは。あ、なんかこっちから声聞こえる、左から声聞こえる。インカムで指示してないです、ちゃんと話しかけてもね。まだね、挨拶とかできないんでね。わかりましたけどね。これからでね、頑張っていきましょう。ということで、はい、そう、はい、あまり時間がないということでね、今日はね、何、赤さんがね、そう、歌う、あの、回送列車という楽曲をかけさせていただきたいと思います。ましたよ、やったー。はい、はい、この曲ね、うん、今年の夏に公開された楽曲で、うんうん、アクアさんの活動3年とこれからの4年目を歌ったエモエモな楽曲で 40mP さんが担当されております、はい、こちらアクアさん、いろいろなんかもう歌詞自体も楽曲自体もこう、うんうん、エモいっていうのは伝わってくるので、うんうん、はい、こう実際こう配信でも喋られてるとは思うんですけれども、うん、改めてこうちょっと皆さんにどういう楽曲か教えてもらっていいですか。そうですね、この楽曲はちょっとね、うん、ぜひね、うん、MV と一緒に聴いてほしくて、やっぱり、うん、そうですね、アニメーションの、そうそう、アニメーションの MV をちょっと、うん、制作して、はい、その MV の中にも結構、うん、なんか小ネタみたいなのが挟まってて、うん、はいはい、なんかそれと一緒にやっぱ聴いてほしいなみたいな、こう歌詞とマッチしたなんかちょっとあったりするんで、聴いてほしいなみたいな部分はあるんですけども、はいはい、ほう、そう、あります、うんうん、A、あります。あれ、あれですけどもって続かなかった。成長的にはすごい、はいはい、あの最初初見で思ったのが、うん、あのね、こうぬいぐるみが出てくるわけよ、途中で、はいはい、出てきますね、ポンポンと、そうだね、まあ、TV ね、アクタン周辺人物が出てくるという感じで、はいはい、めっちゃあって思ったのが、船長とね、ミオ先輩がね、うん、ポンポンって出てきて、はいはい、知らなかったから出てくるの、うんうん、めっちゃ嬉しくて、いるアクアの心の中に私いるみたいな。ちゃんと母忘れてなかったの。嬉しかったですね、悪金の絆と。そうだね、悪金、ね、建設、あ、今出していただいてますね、ちょっと。そう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 、そう、これね、かわいい、うん、そう、かわいい、ちょっとね、周辺人物がね、入れてもらってると、これはね、あの PV を担当してくださってるハミング先生の案で、はいはい、そう、そうなんですか、出してくれたんですよ、なんかその自分とこう関わってる、はいはいはい、よく関わってるメンバーをこうぬぐるみとして出すみたいな感じで、私も誰が出るんだろうって思ってて、ずっと、あ、そうなんですか、そうなんですか、アクタンが選んだんじゃないの、意思ではない、もしや、アクタンが選んだわけじゃない、船長を指名したとかではない、アクタンの心の中に船長がいたわけではなく第三者目線で見て、あ、よく絡んでるから入れとくかというやつだったの。ちょっと忘れちゃった。もう、なるほど、マジか、新たな裏話ではないですか、これ。ある意味知りたくなかった、また喜びだった。でも船長は心の中にちゃんといるよ。あ、ちょっとでもほら、旗から見てもね、こういて間違いないっていうことですから、そうだよ、ね、そうだよ、本当に、そうだよ、うんうん、ちょっとすねちゃった、すねちゃった。そうだよ、船長歌ってよ。あ、そうですね、歌える、なんかさ、アクアイルパレットの時は高くて歌えないってずっと言ってたけど、アクタンの曲はね、キーがね、っていうか、アクタンの声が高いから、あ、それはありますね、確かにね、キーが高くて、ちょっと船長にはきついよね。ちょっとだけどう
ですか、ちょっとだけ。いや、ちょっとちょっとちょっと今歌ったらさ、気にされちゃう、ね、あ、なるほど、ね、休んでんじゃないかってね。大丈夫ってなっちゃうから復帰したらぜひぜひその際には歌ってください。そうですね、はい、はい、ということで、それでは聞いていただきましょう。曲紹介をお願いします。はい、ということで、みなとアクアで回送列車。アイドルのラジオ、私たちの歌を聴け。そろそろエンディングのお時間でーす。はい、いやー、しらじらしいな。いや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 、こんなできなかったね。やりたかったんだけどな。潰すって言ってましたからね。まったく。はい、ということで、はい、番組ではリスナーの皆さんから私たちへのメッセージ、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。はい、メールの宛先は全て小文字でhip@joqr.net hip@joqr.net です。はい、うん、HIP はホロライブアイドルプロジェクトの略でございます。使ってください。はい、うん、はい、またこの番組は番組のアーカイブを文化放送 V&R チャンネルに後日アップしていきますので、そちらもぜひチェックしてください。うん、そして番組の公式ツイッターもあります。募集しているコーナーの説明もあるので、ぜひフォローよろしくお願いします。はい、ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。いやー、コーナーやりたかったんだけどな。そうなー、次こそやるぞ。なりましょうか。じゃあ次次持ってくのもありですよね。スタッフさん、次にね、潰したかったコーナー持ってくるのもありですよ。絶対潰す、絶対潰す。触り尽くしてやる。お話しするのも楽しくて、そうですよね、ついつい現場だし、より盛り上がっちゃいますよね。広げてしまうんだよな。でもガチで巻いてくださいって言われてたから、ね、やばい。私にしわ寄せが来るんですから 4,5 分でお願いしますいいじゃん、いいね、楽しい。えーちゃんにしわ寄せ寄せまくる。やめ やめてくださいよ。進路を与える、タイムキープしないと。いいね、はい、はい、ということで、それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手はホロライブアイドルプロジェクト、みなとアクアと宝生マリンと、そしてホロライブスタッフの友人 A でした。次回も私たちの歌を聴け。